我に続け。取引を行いましょう。ありがとうございました。三河武士の誇り、見せるは今ぞ。小十郎さんのところは勝てますね。こうなることは分かっている。歯向かう者に容赦はせぬぞ。かたじけない。行きます。進め。強行84日、時間かかってしまいますね。これでも豊作図の強行撃入 B を取ったんですけどね。行くぞ。花輪に向かい、確実に南部の兵力を削ぎ落とします。皆の者、我に続け。助太刀いたす。かたじけない。報告いたす。先月の収支だ。志果たさずして賞は終えられぬな。取引を行いましょう。ありがとうございました。いい感じに南部の兵も枯れてきましたね。後に続け。我が志、必ずや果たしてみせる。ここは戦場は兵数的に有利なので勝てますね。兵数的に有利なのに負けてましたよ。武将、大名の差ですね。こっちは戦争大名が足軽清廉しかないので厳しいですね。さすがに次は倒せますね。あと17日、結城さんも答えてください。間に合いませんでしたね。しょうがないです。解放していきます。包囲で66日にします。ここの上へ籠城されると時間がかかるんですよね。さすがに今回は勝てるでしょ。兵数で倍くらい差があるので。このようなところで立ち止まってはいられぬ。行くぞ。25,000 vs 19,000 なら勝てると思うので向かいます。遅れる者は切る。南部が北を狙っているので、南部の部隊解散させるために部隊出しているお城を狙ってみます。皆の者、我に続け。兵数戦場で勝っているので安心です。負けてますよ。先着と武将とか大名の差ですね。
報告いたします。先月の収支です。取引を行いましょう。ありがとうございました。コスメ出しておきます。続きなさい。これは勝てないですね。コスメも出したのでコスメに任せます。イースナオ星を倒しに向かいます。戦場差で有利なのでなるべく多めに持っていきます。進め。今回のゴズメは勝てるでしょ。私の手で乱戦を終わらせましょう。武将も帰ってきちゃっているので八戸に向かってみます。八戸は武将もまだいませんので。進め。方位で96日。これも結構厳しそうですね。報告いたします。先月の収支です。取引を行いましょう。家康くんが素直性のゴズメ用部隊用意していたのでこちらもゴズメ用意しておきます。出陣する。なんかおかしいな。兵数差1万もあるのに負けるとか、いくら歩兵卒が厚くても追いつかないや。八戸は武将の帰還が間に合わなかったみたいですね。でハ、トビスは防衛しにくいので野辺地に向かいます。進め。味わったか、ご機嫌流の戦を。今回は全然お城取れていませんね。ま、下準備しっかりとやっていなかった感じですね。一応、宇都宮取れるように準剣18個あるので準備はしたつもりですが、徳川家を甘く見すぎていました。出陣する。ボロ負けですね。ですね。ただ今までの負けもそうですが、歩兵速度アップがあるので確実に徳川家よりも兵の回復は早いので物量勝負になれば勝てると思います。先月の収支です。志果たさずして賞は終えられぬな。志果たさずして賞は終えられぬな。取引を行いましょう。それにしても久々に互角の戦いになってる気がします。我に続け。この次のターンが勝敗を決めそうですね。家康くんの動き、南部の動き次第ですけどそうなりますね。強行60日。ここは絶対に欲しいお城です。交渉が来ましたので交渉します。正直南部の野辺地城は講和会場でもいいと思っています。今回の戦争で壊滅できなくとも次の戦で倒しきることができるので、とりあえず全面解放でもらっておきます。一応上司確認したんですが特に欲しいと思う武将ではなかったです。もらい受ける。これで分断されたお城がつながり、さらに南部領土は分断化されたので攻めやすいです。
兵数差で勝てるでしょ。勝たねば生きる道はなし。それが乱世。次は家康くんが来そうです。負けて兵が減るのも良くないので一旦帰らせます。政宗さんを護衛に向かわせておきます。出陣する。志果たせぬか。柏さん、ずっと一軍で頑張ってくれてましたね。ありがとうございました。報告いたします。先月の収支です。